はい。というわけで、初見三歓迎、質問関係投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずやっていきたいと思います。パーカッションのワークショップ、高畑がお届けします。よろしくお願いします。これから演奏する人、あるいは、なんかカリプソ風な曲が作りたいっていう、えー、作曲者、編曲者の方向けの話になってきます。はい。じゃあ、ちょっとカリプソの要素を見ていこうっていうところなんだけども、結構ね、カリプソの要素を一言で言うのむずいんですよ。これがあるからカリプソって言いにくいっていうか、 結構その他の音楽で何でも使われてるような要素の組み合わせで成り立ってます。はい、それがこれ、はい。ちょっとまあ後で説明するのをとりあえず見てください。えこれは主にリズム的な <laughs> 分析をした高踏み的な見方です。はい、で古くは、えー、ギターとか管楽器とかのリズムがこれに当たる、えー、し、まあ、最近だと割とねパーカッションとかドラム。 あるいはリズムマシン、打ち込み、シンセサイザーの音景がこれに、えー、なっている。で、この要素があると、割とその、あカリプソっぽいなっていう感じになります。はい。じゃあちょっと見ていこう。大きくね、2つの要素があります。はい。シンコペーションと2拍子。はい。シンコペーションと2拍子で。これ、あ、どっかで見たな。とサンバと同じじゃん。そう、サンバとね、構成要因同じなんです。はい。えー、シンコペーションと2拍子で成り立ってます。シンコペーション、例えばね、こんなのありますと。一番上やると、 パッ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 こッパ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  もうこれ口で歌って覚えちゃおう。はい。えーで、叩ける人は合わせてちょっと一緒に叩いてみましょう。えない人は手拍子で叩いてみてください。いきますよ。パッパッパッパパ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  の恩恵が出るとこれ具体的にはまあパーカッションでやることもあるしなんかギターのカッティングチャッチャちゃっちゃん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 ちゃちゃちゃだったり管楽器のリフでこういう恩恵が出てくることがありますはいこれ出るとすげえカリプソっぽいねじゃあ2段目いきます2段目はわかりやすいですちゃちゃっ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 ちゃ はい、これは結構ね世界中の音楽で出てくるんですけども一応やります。はは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 。はは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 。はい、ええまあたくさん例はありますね。ええ丸夫婦。 アラブのマルフーフとかブラジルのバイオンとかキューバのトゥンバオとかタンゴとかいろいろありますとカリプソにもありますでこのパッパッパがちょっと変形したパターンが頭抜きでパッ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  関係がありますはいこれがシンコペーションの要素ででもう1個2拍子の要素っていうのがあります2拍子っていうのは今まーしで踏んでたみたいなねワーンツーワーンツー元が更新から来てますしよくはダンスミュージックになりますからこの121というが割とこう取りやすい要素があるはいで特徴的なのがですねえっと1個目ねこれいきますけれども1個目はたた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 た あ、最後、ごめんなさい、変形させてるな。パパンパパパンパパパンパパンパンタタ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 タはい。この、えっと、ビートに対して、ビートの1音目と2音目っていうのかな。続く、トトン。 これめっちゃカリプソっぽいんですよ。他の音楽でもあると思うんだけれども、あ割とこう2打なったら、結構僕はね、あこれ絶対カリブ系だな、カリプソ系だなって思うっていうぐらいな特徴ではあるっていう感じ。はい。で、これがね、モロ出てるのが2段目ね。かかん、かかん。パパ、パパ、パパ、パパ。

頭2打打ちっていいうのはね意外とないんですよ、はい、じゃあその逆もありますと今頭でパパンパパンって言ったんでこの裏に当たるところパパ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 、はいえー、のパをパ調パてパパパ子パ出パすパねパ、はいパパ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  さっきあの、スチール感叩いてたみたいな、あの、これ全部埋めてもいいね。はい。こういう要素があります。はい。で、えー、簡単なやり方としては、このシンコペのパターンをどれか1個と、この2拍子のパターンをどれか1個合体させると、めっちゃカリプソっぽくなる。っていうのをちょっと試しに後でやってみて <laughs>。スクショ撮るからちょっとスクショ撮って、あの、やってみてください。えっ、ー、と、例えば、 タタン,タタンっていうのを片手で叩いてこれカリプソっぽいねはい今のはこれを1個とこれ1個組み合わせたってことね片手で。 えー、2拍子やって片手でシンコペーション出したっていう感じちょっとバリエーション加えると、うん、これカリフトじゃねッとこういう感じですはいだから大きくこの2つの要素があって、えー、例えば一人で演奏する場合、えー、ドラムの方はね ドラマの方は、例えば、えー、片手でこれをやって、えー、手足で、あ、片手でこっちがやるのがいいかな。片手で、例えば、ここ、ここ、こことか、ここ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 ,こ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 とかやって、えー、もう片手と、えー、キックでこっちをやる、みたいな感じね。割とシンコペーションが、その、リズムのベースになっていることが多いので、えっ、ー、と、低音系とかスネアとかで叩くと、割とそれっぽい。右手で、えー、ライドとかカウベルで、この、 パターンをやるってやると割とドラムセットのパターンになりますっていう感じだねはい。実際の演奏のアプローチを聞きたい場合は、えー、さっき言ったカリプソローズか、えー、ラルフマクドナルドで検索すると結構ねそのアプローチを聞くことができます